はい、えー。フリーライターの根一です、えー。今日はね、ちょっと録画をするつもりがなかったんだけれども、ちょっとヤフーニュースを見てびっくりしました。まあ、キ,ンキ,ーキッズの堂本つよしくんと、モンクロの、えー、桃田かな子さんが結婚するという発表があったんですね。で、もちろんこれは結婚自体はお祝い事なので、おめでとうと言ってあげたいです、素直にね。ただね、まあ、これからお二人がおそらく結婚して、 式を挙げて、まあ席を入れて結婚式をして、まあいずれ結婚生活というのが始まるわけだけども、まあ二人まだ若いので、まあいずれお子さんが生まれると思います。あのー、僕がね、ちょっと懸念しているのは、実はジャニー、ジャニー北川問題っていうのは終わってないんですよ。終わってないっていうのは要するに、えー 被害者の方々が900人以上も保証を求めて、えー、スマイルアップにね、えー、連絡しているんだけれども、す、え、べ、ー、ての被害、もし900人ぐらいであったとしても、すべての被害者の、えー、保証が終わるまでに、つまり保証金が手に入るまでには3、4年以上かかるわけです。 だから父として進んでいないっていうね、まず問題がある、でもう一つは、再発防止のための具体的な方策っていうのが見えてこないんですよ。で、この2つによって、スポンサー企業は、えーまあさあのー、スマイルアップのタレント、旧ジャニーズ事務所のタレントを、まあ、使わないっていう方針を続けている、これ、NHK も同じです、テレビ局も、この2つの課題が終わらない限りは、 なかなか積極的にスマイルアップのタレントを使いにくい、仕事をさせにくいってことです。で、もちろんそのこと自体も問題なんだけれども、僕はね、その子供ができた後のことをちょっと想像してみたときに、なんかいろいろもやっとするんですよ。で、なんでもやっとするのかっていうとさで、今日はね、ニュース記事読みません。あの、いつも読んでるけど、 なぜもやっとするかって話をちょっとしたいと思う。うん。というのはね、やっぱり子供ができて、まあ小さい頃は赤ちゃんとかね、幼稚園児だったら、まだ可愛いねで住んでるんだけれども、いずれ人間っていうのはさ、何かしたくなるわけですよね。えー、例えば勉強がしたくなるっていう子もいれば、ね、アイドル活動やりたいっていう子も出てくるだろう。で、 ところがさ、ジャニー北川問題っていうのは何だったかっていうと、自分の子供が被害を受けても、その被害当時はその子供自身が自分の被害を自己認知できてないっていう問題がまずある。で、自己認知できてなくて、まあ親が気がついた。もしくはね、ある、ある少年はお母さんにそのことを相談した。実はジャニー北川からやられたんだよっていうことを相談したら、お母さんが心を痛めて、 一人で。っていうね、悲劇も起きてるんだよね。だから、自己認知そのものが難しいから、まあ、30代、40代、50代とかっていうふうになってから、ようやく人に相談して、周りがびっくりするってことが起こりうるわけだ。でもちろん、それをリアルタイムに言うと、身近な人は大ショックを受けるわけね。 で、これまで僕はすごく不思議に感じてきたことがあって、もしリアルタイムにね、やっぱり相談されたら、自分の子供がね、10歳とか12歳とか、あるいは中学生の13歳、14歳とかの時に相談された親としては、もちろん大ショックだろうけど、すぐに損害賠償請求とかを、民事裁判を、ジャニ北川に起こせたかと、 考えるとと起こしにくいと思い思ます自分の子供が被害者ですって世間に言うようなものだからですよ、それは。自分の子供がジャニー北側からお尻かせって言われて、ね、強制的にさせられたことをこ、公にするようなことだからですよ。だからなかなか民事裁判で損害賠償っていうのは、特に子供が被害者の場合は難しいわけです。で、もちろんね、刑事告訴はあり得る。 あの警察に相談するとか、検察に相談するということはありうる。けれども、それも結局、表沙汰になりかねないので、恐ろしいんです。それでねあの、残念なのはさ、ジャニーズ問題っていうのは、僕は何度も口酸っぱく言ってるけれど、芸能界の片隅で行われたただのスキャンダルではないんですよ。 つまり、アイドル活動していなくても、ね、四谷大塚に通ったら盗撮されまくっていたよね、女の子たちが。ね、電車に乗れば痴漢に合ってるわけだよ。で、学校に行けば、ね、YP 教師ね、もうわかりますね、YC、P 教師から、とんでもないことされたりしてるわけ。じゃあ、それでもうあ、親にもされてるわけ、ちなみに。親にもギャーされたりしてて、それで一時保護 って言って、児童相談所の中にある一時保護施設に入ろうと思っても、相談した件数のうち、十数パーセントしか保護されていないのよ、そもそも。それは一時保護施設が足りてないからなんだよ。ね、大人がみんな、一時保護施設増やせっていうふうに、ね、予算つけろっていうふうに思えば、増えるかもしれないけど、そんなの子供のことなんだから先送りだっていう感じで、えー、ね、あの、子供の予算、児童福祉予算っていうのは、非常に、あの、薄いわけだよね。 それぐらい大人が子供を大事にしようと思ってない国がこの国なんだよ。それでね、自分が被害に遭うよりも、自分が大事な、ね、存在が被害に遭う方が、なんか日本人ってさ、その傷の深さに気がつく。つまり自分は耐えちゃって我慢したりするけれど、 自分がすごい大事な人間それは子供かもしれないし、お奥さんかもしれないし、ね、親かもしれないし、その人にとって違うかもしれない。まあ、今回、堂本くんが、ま、つよしくんが、ね、あの、も、ももとさんと結婚し、この後子供ができたら、やっぱり自分たちの子供が大事っていう風になってきたときに、自分が何か不遇な目にあったとしても、ね、自分の子供の、あの、の方が大事だなって、やっぱりまともな神経だったら思うわけだよね。 と思った時に初めて、ジャニー北側による一方的にお尻を差し出されてしまった人お尻だけじゃないけどね。まあだからもうとにかくこの制御を受けた人たちの痛みに初めて気がつくんじゃないかって僕は思うわけ。いや、なんでそう思うって言ったら、本当に自分がね、あの、 こんなことはあってはならないと思ったら、ね、もうすでに当事者の会が生まれてるぐらいだから、被害者はみんな、みんなじゃないけど、少しずつ連帯してるわけよ。で、それはおそらくだけれども、別に堂本どちよし君がどうのじゃないんだよ。ジャニーズ事務所にいた人たち、ね、今はスマイルアップって名前が変わったけど、会社の名前は変わったけど、スマイルアップの中にいた人たちは、ね、それとなく聞いているだけじゃなくて、おそらく、 ダレソルさんは被害にあったかもしれないけど、本人が言わないんだからね、こっちも黙っとこうっていうことになると思うんだよね。やっぱり、あの、僕もアウティングさせたくないので、別に誰かが有名になっちゃった人がすでにそういうあれになると、あの、公にされるっていうことよりも、自ら言った方がいいとは思うけれども、別に家と言って迫るつもりはないです。それよりも大事なことは、あの、 ね、本当に大事な自分の子供だったら、絶対何かしら動くはずなんですよ。ね、何かしら動くところは民事裁判ができなくても、じゃあ、あのけ検察に自分の子供だけじゃない,ないわけだから、警察や検察に相談しようとかね。それで、結局、四谷大塚もそうだけど、被害,被害者数っていうのは、一人の女の子じゃなかったんだよね、盗撮された子が。 盗撮する側がリストを持っていて、それをさ、同じようにさ、盗撮仲間とシェアしていたから、複数の女児が、あの、被害者だったわけだよ。盗撮されてたんだよ。っていうことはよくあるわけ。だとしたら、被害者がやっぱり、お互いに寄り添って当事者の会を作っていくっていう流れは自然なことだし、もちろんそれが全員が全員そこに入るつもりは、しなきゃいけないってことじゃないんだけれども、やっぱりさ、 本当の痛みって、自分は我慢できても、自分の大事な子供がされてるっていうことが分かった瞬間に、人間って動くと思うんだよね。だから今はほとんどの、まあ、やめじゃにの人も含めて、ジャニーズ問題と自分は無縁であるかのように振る舞っているし、あの、 ね、自分の活動が、ねあの、あるいは自分たちグ男性グループの活動が輝き続ければいいとすら言,う言ってるわけ。だけどさ、じゃあね、ね今回、まあ、たまたまだけども、剛君と桃田さんの結婚で、この後子供ができた時に、その子供が、ね、何かの被害に、大人による被害にあった時にさ、ねでそれが、あの なんていうかな学校で起きて、一人でも先生からのギャに耐え続けるとかさ、ね、痴漢に耐え続けるとかさ、実際してると思うんです親だから言いにくいってこともあるからね。だから、それは、もしさ、堂本くんの子供がさ、まあ、ね、別にあのスマイルアップに入らなくても、ね、あの他の芸能事務所でもいいから俺私、うんうんうん、自分もパパみたいに、ね、歌って曲作って前に出たいと思ってさ、 ね、で小学生の子が、ね、で踊歌って踊りたいんだよっていうふうに、ね、言い始めた時にまあじゃあスマイルアップじゃなくて別のところに入れましたと別のプロダクションに入りましたとところがその,その子が、まあ、被害に遭ったってことがは分かったと実はねっていうふうに他のなんていうかなあの 男性グループをさ、もし、千代しくんの子供が作ったとしようよ。ね、ジュニアみたいなさ、ジュニアのグループが作られて、そしたらジュニアグループの自分の息子の友達から、ね、あの、どうもと先輩って言,って言われて、あの、あなたの息子は実は、あの、社長にギャーされてますよって言った時に、千代しくんが全く動かないだろうか。僕はね、父親としては、ふざけんなって思いになると思いますよ。 自分の息子は自分のことを思いやって言わなかったんだ。言えなかったんだなってようやくわかると思うし、でもそのままだと自分の息子は被害に遭い続けるわけだよね。ずっと。何もしなかったら。そうかと。自分がかつて自分の後輩たち、あるいは先輩たちも被害者だったのに、見て見ぬふりしたり、ね、警察に相談しなかったりしたっていうことは、 罪深いことだったんだって分かるのは、自分の子供が同じ被害に遭って初めて分かることなんじゃないかなと思います。自分の大事な大事な子供が、まさかっていうふうに、やっぱりさ、思いたいけど、ね、実はそうなんですよ、堂本先輩みたいな感じで、自分の子供の同、あの、同じね、もしアイドルグループ作った時の別の子がさ、ね、堂本くんは実は社長にやられてます。 今耐え続けてますって言われたら、ね、父親になった、あの、つくんは、やっぱり何がしか動く動、動かなきゃいけないって思うと思うんだよ。ここで勇気出さなかったらいつ勇気出すんだっていう気持ちになると思うんだよ。それと同時に、同じ男性グループの中にいて、ね、言ってくれた奴は勇気があるなって思うかもしれないけど、 ね、黙っとこうって言って、自分の息子が被害に遭ってても、同じグループの中で、ね、あの、黙っと、黙っとこうっていう風に、誰にも、あの、ていうか、被害を伝えなかったら、見て見ぬふりだよね。後でわかると、なんでみんな早く言ってくれなかったんだ、という思いにもなるから、な、なるかもしれないよね、親としては。まあ、それだけじゃないよ。被害を受け続けているのに、ね、もし自分の息子が脱退するとしようよ。もう、だって、脱退するしかないから。 脱退しないと、あと事務所も辞めないと被害が終わらないと思うから、お父さん僕辞めるアイドルグループっつって辞めたときに、ね、辞めた男性グループ、あるいは同じ事務所の他のグループたちが、俺たち輝きますとかって言ってるわけ。で、それを見たときに、あのさ、と、や、確かに自分は被害者になったから辞めたかもしれないけど、でもさ、輝きますっていうのじゃないよね。 被害者としては、同じ事務所の同じ社長の下にいるおね、仲間だったり、他のグループだったりっていうのもみんなをね、何らかのことは知ってるわけじゃん。知ってるのに何も言わないで、俺たちは輝きますっていうわけだよ。被害者になった人の、あの、子にとってはさ、とんでもなく辛いことだってわかりますかね、皆さん。で、多分、剛よし君も、まあ、いろんなことを、まあ、耳のことだったり、まあ、いろんなことでお悩みだと思うけれども、 本当はね、本当は、ちゃんとその、見て見ぬふりしてしまったということも含めてさ、あの、事務所に対して、ね、あなたたち、ね、社長のせい、まあ、要するにジャニー北川のせいによって、えー、なんていうかな、自分たちの活動が制限されてるんだから、本当はタレントとファンが一緒になって、事務所に対して民事損害賠償請求をすればいいんだよ。 そうやって事務所と戦うタレントの姿を見せないと、せっかく、せっかくスマイルアップ側が保証専門会社になり、芸能事,務事業部門は縮小して、えーい、いずれ配慮させるって宣言してるんだったら、余計に今こそ、あの、まだ所属でいるね、対処してない、だからいずれにしろ全員対処するんだから。全員対処してスタートエンターテインメントに入る、あの、 と契約するか、別の事務所になるか、あるいはニノみたいに独立するか、まあ、いろんな選択肢はあるけど、いずれにしろ全員退処するんだよ、スマイルアップは、もう社名が変更したけど、芸能あの事業部門はなくなるからね。だとしたら、やっぱりさ、もう k i n k の堂本兄弟といえば、もう完全に、ね、あのマネジメントがつかなくても、全然やっていける人気はあるわけじゃん。ね、だとしたらさ、もうもう何でもぶっちゃけるってやっちゃった方がいいと思いますよ、僕は。 で、その時、ね、ちゃんと、あの、もう結婚もして、ね、安定したね、収入もあるし、で、ちゃんとね、これから生きていく上で、ね、お父さんは今まで、ね、自分が知っていることは全部ぶちまけるよ、と。っていうふうに、あの、世間に対してやっておくと、後々、もし子供が何らかの、あの、もし生まれた、その、この後生まれる子供たちが、ね、お父さんすごいね、と。 お父さんとんでもないね、社長から迷惑こむったよね、と、あの、社長の事件によって、えっ、ー、と、なんていうかな、芸能活動が制限されたりとかってことがあって、本来だったらもらえるスポン、ポンサー CM ももらえなかったりとか、いろんなことがあった。ね、それに対してお父さんは戦ったんだねっていうふうに子供からさ、称賛されるような父親になるのか、それとも、お父さんなんかあの、ネットで調べたけど、ジャニーズ問題の時にあの、所属してたんでしょジャニーズに。 何したその時って言われて。何もしてねえかも。ってなると、お父さんお仲間いなかったのって話で、子供はどんどん大きくなるから、ね、そのうち分かってきますよ。だからさ、ネットのアーカイブっていうのは恐ろしいもので、ずっとデジタルタトゥーとして残るからね。今何をしたかによって、何をするかしないかによって、後々子供たちが判断しますよ。 俺のパパはちゃんと自分が知っていたことを表,表に出して、ね、あの、なんていうかな、こういう嫌なことをされた、あるいはされなかったでもいいんだよ。ね、うそういうふうにさ、僕らが外の人間ではわからない、ジャニーズの内側のことで不満や不安を全部洗いざらいさ、ぶちまけたらええと思うよ。 やっぱそうやってね、あの、僕は、あの、出産前からさ、ちゃんと自分が父親になるっていうのはそういうことなんだと。やがて子供たちに、ね、お父さんは何もしなかったじゃないかっていうふうに突き上げを食わないように、むしろお父さんヒーローだねって言われるような、いや、あの、生き方、あり方を、あの、僕は示してほしいと、正直思います。でないと、子供が今度傷つけられたときに、 同じようにお前も耐えなさいとか我慢しなさいとか見て見ぬふりしなさいっていうような親になってしまいますよ。そうすると子供は本当は苦しくても、まあお父さんがそう言うんだからお父さんに心配かけないように本当は被害を受けてるけれども黙っておくしかないんだなっていうふうに思ってしまうと思う。ね。もちろん別に男の子や女の子っていう関係ないよ。あの、ジェンダーはあんまり関係ない。 もちろん女の子の場合さ、強制的に礼をされたらさ、妊娠してしまう恐れすらあるよね。あるいは妊娠がしなくても、まあ病気や怪我を負うことだってあるわけだよね。だからもしさ、ね、堂本くんと桃田さんのね、子供が生まれて娘で、娘がとんでもなく大人にギャーされていた時に、他の大人にね、その時にも黙っていますかって話なわけ。 親として。なぜかわからないけど、ジャニーズの親たちは、ほとんどがあだ、黙っていたわけだよ。なんでかって言ったら、おそらく分断されていたからです。で、分断を、あのー、遠ざけるには、保護社会を作った方がいいんです。同じようにタレントとして自分の子供を事務所に預けている、まあ、ジュニアのお父さんお母さんたちが、自発的に保護社会を作って、事務所との契約をお互いに見比べたら、あれおかしいなとかさ、 ね、これ会計処理おかしくなってないとかさ、ね、いろんなお父さんお母さんいるわけじゃない。ね、普通のサラリーマンもいれば、ね、あるいは政治家の人もいるかもしれないけど、あの、ね、とすると、あの、財務とか、ね、あの、専門家が見れば、このちょっとスマイルアップの,あの財務おかしくないかとかさ、保護社会がお互いに契約書を持ち寄って情報共有していくと、おかしなことが分かってきますよ。だから、 堂本もくんもこれから親になるんだったら、あの、ファミリークラブのジュニア、特にジュニア関係の子,子たちの親、親御さんに対して皆さん保護社会を作って情報共有をしてあなたの子供たちを守りましょうって呼びかけてもいいと思います。そのぐらいのことやってほしいなと正直思う。そう。あのー、ただでさえね、有名人の子供っていうのは小さな頃からパパラッチにね、会うわけですよ。 盗撮されまくるし、あの、勝手に期待されるわけよ。キンギキ,キッズの子供だっていうことで、あの、アイドルになるんじゃないかとかさ。だかそういうこともあるから。やっぱりさ、あの、有名人が子供を持つの大変だし、子育て大変だなって僕は思うから、やっぱりね、せめて子供から信頼される、愛されるパパになってほしい。 そのためには、パパ勇気を出して、あの、ジャニーズの闇を暴いたんだねっていうふうに、子供から後でね、10年後ぐらいにも称賞賛されるようなさ、そういう勇気を出してほしいと僕は思う。皆さんはどのように思うだろうか。僕はね、あの、親の仕事が、結局子供から認められない限り、子供から信頼は得られないと思いますよ。特にね、有名人とかは、 子供からね、やっぱ査定されやすいんだよ。だって、記録が残ってるから。お父さんが自分を産む前に何をやったかやらないかに関しては。だから僕はね、あの、これから子供ができて育てていくだろうね、二人に対して、ぜひ今のうちにねで、できることは全部やっといた方がいいよと。ね、もう、ジャニーズに今でも産みがあるなら全部産み出しときましょうよ。 それをやったパパすげえって言われるような父親に僕は強しくになってほしいなと思います。ねって、なんか別に結婚にケチつけるつもりは全くありません。それは素直におめでとうって言いたいけれども、やがて子供を産んで育てるっていうのは、実はその産む前から実は責社会的責任感っていうのを親としてやるべきことを全うするってことが結局子供から求められるんだよ。でないと、お前のお父さんさ、 ね、ジャニーズに行った時にさ、無言を貫いてさ、被害者に対して何も言ってねえんだろうとか、まあ、ちなみに光一君とかは、あの、誹謗中傷をね、被害者に向けてやらないでくれっていう風なメッセージを出したりしてるよね。だから、そういうふうにさ、ね、あの、子供が、子供同士の中でも、お前のパパ、近畿のあの、強しなんだろうって言われた時にさ、胸張って、そうだよ、羨ましいだろうっていう風に言えるのか、 それともお前の弟、と父さんは結局さ、ジャニー喜多川の問題を無言を貫いたんだろうって、ね、結局解決しようとも動かなかったんだろうっていうふうに言われるかもしれないわけよ。10年後、十数年後に。僕は子供がそれを言われると、さすがにね、立場なくなると思うから、千代君やるべきことはあるんじゃないのって僕は問いかけておきたいと思います。皆さんはどのように思うでしょうか ぜひコメント欄に、あの、書いてください。んで、あ、そうだよなって、こういうふうに生まれる前から子育てって実は始まってるんだなって分かってもらえたら、いいねボタンとか押してもらえるとありがたいです。あと、こういう話もね、あの、ぜひ Facebook とか、ね、Twitter の議論にの、あの、上げてほしいので、えー、ぜひこの動画の下にある共有ボタンをクリックして SNS に拡散をお願いします。 それと毎週金曜日夜9時から生配信をしていますので、えー、チャット欄に書きたい方はぜひお早めに、あの、チャンネル登録をよろしくです。ということで、またね。